ブローラーのお時間になりました。本日のテーマは明日死ぬとしたらということで、いや猫がね退院してきましてですね、猫をこう見ながらですね、こいつは保護してなかったら死んでたなっていう、生き延びたけど結局死ぬなみたいなねまあ絶対死ぬじゃないですか。僕たちもいずれ死ぬんですけど、それが早いのか遅いのかっていう、ただそれだけで、保護した時はもう手に乗るぐらいの小さい子猫でね、でもう目もくっついて、もう全然見えてなくて、もうすげえ汚かったんですけど、まあ今はねようやくまあいろいろと治療しまして、目がある程度復活して、もう多分まあまあ前よりかは全然いいですし、まああの眼球を摘出しないといけないかもしれないっていう言われた目も、まあもうそれは大丈夫でしょうって言われるようになりまして、多分まあ左目はね、ちょっと残ってる部分はあるんですよね。もともとでも左目に関してはすごくあのくっついてたんで、でもそのめちゃめちゃくっついてて開いてなかったんですけど、でもだいぶ開いてて、まああと目の上にちょっとなんか出来物みたいなのがちょっとくっついちゃってるだけで、まあそれが、まあ気にすれば気になるし、気にならなければ気にならないみたいな、そこまでめちゃめちゃ大きいわけではないので、まあとりあえず元気にね、今日も朝から快便ででけえうんこしてましたね昨日ねあれですよ、一緒に寝ました、一緒に寝ましたよ。そうで、朝5時ぐらいに、朝5時か6時ぐらいになんか顔面を猫パンチされまして顔面猫パンチされて、いやなんかね猫って夜型なんですよね。でまああと昨日退院したばっかっていうのもあって、まあ猫も興奮してたっていうのもあるだろうんで、まあ寝るのも昨日寝たの何時ぐらいだったかな、まあ多分深夜12時ぐらいかな。いつも僕ね、知ってる人は知ってるかもしれないですけど、早い時は19時に寝るとかね、19時、小学生より早いんじゃないかみたいな、平均は20時21時ぐらいに寝たりとかしてて、で朝まあ早いんですよ。なんだけどやっぱ猫が来るとですね、一気に変わるんですよね夛動き回ったりするので、もうちょっと寝たいよと、だ寝たのもそれぐらいなんで、まあ、もうちょっと寝たいなと思って、でなんだ猫を餌、ね、そうね、猫多分餌食いてんのかなと思って、餌のとこ持ってて自分は布団の中入ってちょっと寝たんですけど、そうでもねあれなんですよ、もう結構大きくなってきたんで、その僕ロフトで寝てるんですよね。でロフトまで行くのに階段があるんですけど、そのね階段をね上がってこれるようになりまして、そうだからまあ1階にまあ餌があるんですけど、1階で餌やって、まあ僕はロフトで上がって上で寝てたんですけど、なんか上がってきまして、来たな、みたいな。で、また一緒に寝たんですけど、そう。まあまあまあ、ブログではね、まあまあ、いずれ死ぬわけじゃないですか。早かれ遅かれ。そう。だけど、やっぱ若い時とかは、本当にやっぱ、まあそのブログでも書きましたけど、また明日ね、みたいな。どうですか、一度は言ったことありますよね。なんか小学校の時とか友達と遊んでて、じゃあまた明日ね、みたいな。絶対ありますやん、一回ぐらいは。で、そのまた明日ねって、別にその明日って生きてるか分かんないんだけど、明日があるのが当然のごとくじゃないですか。明日来るの当たり前みたいな。そこに何のあれもないですよね。なんかやっぱね、年取って思うのが、なんかそこがね、すごい、深くなってきましたよね。そう。で、ブログにも書いたんですけど、今、まあ、見たことある人いるかもしれないですけど、加藤茶さん、加藤ちゃんぺのドリフターズの加藤ちゃんぺですね。まあ、僕は昔、ちっちゃい頃、ドリフターズ見てて、すごい、テレビっ子みたいな感じでね、ドリフターズ超見てましたけどね、面白かったですけど、
でも加トちゃんがその就活の CM してやってるの知ってます？多分ね、これ YouTube でも出てくるんで、よかったら、まあ、見てほしいんですよ。あの、加トちゃん。加トちゃん、就活。加トちゃん、就活。就活っていうのが終わるやつですね。そう。相模の CM。加藤茶、就活を始めるっていう。これね、めっちゃ加藤ちゃんやっぱ老けてますね。この CM。もうほんとおじいちゃんですよ。これ YouTube でもあるんで、よかったら見てください。もうめちゃめちゃおじいちゃんですね。で、年齢もまあ80なんですよね。それ80だろ、それはおじいちゃんですよね。だからその昔の、そのドリフターズの加藤茶さんの映像と、この相模の CM。あ、これもう4年前なのか、これ CM。これ就活ね。で今、なんか80歳で、高木ブーさんが調べたら90歳らしいですよ。高木ブー90かみたいな話で。なんかその昔のそのブラウン管で見てた映像ともうなんか本当に変わっちゃったなっていう、なんかそのカルチャーショックというかね。で今年もね、どうすか今年も、なんだかんだ言っていきなり寒くなって、もうなんかまあ秋というか冬っていうか、夏、秋ねえんじゃねえかっていうぐらいなんか急激に寒くなりません？で、まあ10月ももうね、半分ぐらい終わるじゃないですか。あと2ヶ月ちょいですよ、今年。超早くないですか？いや、ほんとね、だからまあ、やっとった方がいいよっていう話ですね。いろいろやっとけっていう、親父の寝言というかね、親父のぼやきというか。年取ったからこそなんか、いろいろと、また挑戦していかないといけないなっていう、なんかその、またそういう気持ちにもさせてくれますよね。要は結局挑戦できるのもそんなにないので、いろいろやれることもね。そう。いや、あっという間ですよ、本当に人生。はい。ということで、まあ、僕はね、本当ありがたいことが、その当時夢見てたパソコン一台で自由な生活ってすげえ憧れてて、雲の上の世界で20代の時か初めてその縦長のねセールスレター見て、なんかパソコン一台で自由な生活みたいなね見て憧れましたけど、まあ実際その生活がを体験できたんで、そこは良かったなっていうのはすごくありますね。まああとはまあこれをどう維持していくかっていうところをやっていかないといけないんですけど、でももしですよ、まあ、もしというか結構まあ多い、僕のやつ見ていただいてる、聞いていただいてる方は多いと思うんですよ。まだそこを自己実現してないっていう方ですよね。パソコン1台で自由な生活みたいなところは自己実現してない人が多いと思うんで、それはやっぱいつ実現化するのかっていうとこですよね。で、あとやっぱね、年取ると欲しいもんもなくなるし、行きたいところも腰重、なんか行きたいところもあんまなくなってくるし、腰重たくなるし、お金稼いだとしても年取るとなんか使い道があんまなくなってくると思うんですよね。だから結構まあやっぱ早めにやっとった方がいいと思いますね。いろいろと本当に。今できることは未来できなくなるので、今歩けると、普通に歩けるってなってもね、歩けるんだけど年取ると関節が痛えみたいなね。そう。一歩踏むだけでそのグルコサミンみたいな関節痛いみたいなね、腰痛いとかね。そう、はい。まあ今年も終わりますから、本当に挑戦してしっかりとやってほしいなと、まあ、僕もいろいろと頑張っていきたいと思います。はい、それでは終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。